皆さんこんにちは。今回ですね、初めて、バリ島行ってまいりました。ユキ実はね、以前からずっとウブドっていうね、バリ島の中にある、なんかバリ島っていうとね、あのビーチリゾートをイメージする人多いと思うんですけども、実は、山林のエリアもありまして、そこのなんていうのかな、山林を望むこうインフィニティプールの写真に一目惚れして以来ずっとですね、憧れの場所だったんですけども、まあ今回初めてね、バカンスで行かせていただいて、まあ本当にね、素敵なところでしたね。ウブド最高でございます。はい、ということでね、あんまりね、詳しい情報言ってもあれなんで、今回、宿泊させていただいたホテル4軒をですね、ちょっとさみだれ式にご紹介してまいりたいと思っております。はい、ということでこちら廊下なんですけども、かなり広いです。ただね、ちょっとね、照明落としてありますね。まあ夜ではないです。はい、今日泊まらせていただくお部屋6101号室ということで、こちらのお部屋です。ルームキーもこんな感じのですね、とてもスタイリッシュな写真になってます。いいのはね、ドアがこう木になってて、この周りをちょっとね、石でタイルでこう囲むような形になっています。はい、外はね、涼しいヤシの木がありますね。はい、入ってみたいと思います。はい、ということで入りました。見てください、下がこんなタイル張りで高級感ありますね。こんな感じの平面になっているようでございます。はい、端っこの部屋ですね。で、ここがですね、ウォーキングクローゼットになってるんですけど、すいません、もうちょっといろんな荷物入れちゃったんでですね、あと写真だけ載せたいと思います。このね、右側にもね、実質実用的なさ、何もないんだけど、こんな彫刻というか、版画のような、建具があります。はい。で、入ってですね、左側、じゃーん、水回りでございます。どうでしょうか。なんかこの水回りの雰囲気がいいですね。こう回れるようになってるのがいいね。このお風呂、バスタブを中心に回れるようになっているのがいいですよね。しかも見てください、ちゃんとバリでもトート社製です。トート社、日本ブランド生きております。このね、また照明がおしゃれだよね。こんな和風の照明があったり、こうね、丸いね、おしゃれな照明があったり、美容ミラーがあったりっていう形になってます。はい、ここにね、ミネラルウォーターがあったり、ここに、全部木でこうあれしてるのがいいですね。すごいね、やっぱりね、アメニティが揃っております。はい、そしてトイレ、じゃん、同じ床の、タイミングでトイレもトート社製のウォシュレットです、ね、こういった形でね、装飾があったりタイル張りになったり高級感あります。はい、ね、ちなみにこの、ドライヤーもこんな形で囲まれております。はい、その隣がシャワーです。シャワーもね、高級感のあるタイル張りで、こういったね、オーバーヘッドシャワーとか、ありまして、このトイレたりもね、またセンサーティアっていうんですかね、アティアっていうんですかね、ちょっと、初めて見えて、こういったリブランドになってまして、すごく高級感あります。そしてバスタブがここに独立した形でこんな感じであるという感じで、これがなんか面白いですよね。はい、ここお部屋でございます。なんでね、お部屋、まあ、ここの広があるんで、これ閉めればもちろん、お風呂入ってる時見えないんですけど、オープンにしてたらなんと、ね、テラスとか庭が見えてお風呂に入れるというね、こんな、レイアウトになっております。そしてお部屋こんな感じでございます。もうね、最初からね、クーラーが効いててめちゃくちゃ気持ちいい涼しさになっております。しかもね、なんていうのかな、派手さがない高級感っていうの、それが実現されてるのがすごくいいと思いますね。はい、全部ね、木はこういったね、木で、しかもなんかちょっとね、伝統的な装飾が入ったやつになってますし、照明も落ち着いて感じで、キングサイズのベッドも綺麗にベッドメイキングされております。はい、ソファーセットもめちゃくちゃ素敵ですね。はい、高級感がある感じで、こういったね、フルーツなんかも置いてあったりします。それからね、ウェルカムドリンクも、フロントのビルの4階でいただけるそうでございます。で、こちらね、テラスに出れるようになってます。はい、そしてテラスで、ね、緑が見えるという感じですね。なかなかすごい、こう寝れますね、ここも。うわぁ、超ね、今日ちょっとね、天気あんま良くないんですけど、見てください。このね、屋根のとこからこうやってお花を垂らしてるのが何と言っても素晴らしいですよね。
はい、こっちからね、全体見るとこんな感じになっております。はい、天井もね、十分に高いです。広いからね、そこまで高く感じないんだけど。でね、何よりも素敵だと思ったのは、この、家具です。調度品。バーコーナーがこんな素敵な感じになっております。はい、JVD って書いてあるね、電子ケトルにこういったミネラルウォーター、それからアイスペール、そしておしゃれなね、こういったね、コーヒーカップなんかもあります。で、ここね、引くと特に何もないのかな。お、グラスが、長いやつと、低めのやつがありますね。例えば、ルームウェアはどこにあるんだろうな、ルームウェア。で、ドメティックの、こういったね、冷蔵庫になってます。ミニバーのものは、飲み物飲んでいいって言ってたけど、なんか、どれのことなんでしょうね。ミニバーって特に何も入ってない気がします、ね。ちょっと謎です、それ。そこだけは。はい、ここはね、説明書ですかね。という感じになってるところですかね。はい、ということで、ルームウェアはどこにあるんだろうな。ルームウェアは、ちょっと、あ、ルームウェアあれか。さっきのあそこの、ウォーキングクローゼットのところにあるんですね。はい、という感じで以上でございます。まず、1日目泊まったところ、アヤナセガラリゾートというホテルですね。まあ、非常にバリ島で、昔からある有名なリゾートホテルでございます。しかも高級です。はい。1泊6万円ぐらいはするホテルなんですけども、まあ、その中でもね、去年、オープンした別棟でアヤナセガラっていうのがあってですね、そちらの方に、今回宿泊させていただきました。タクシーでね、向かったらなんかもう山の中みたいなところに入っていって、こんな門構えがあるのっていうような感じの敷地が広くてですね、そこからですね、こう、その別棟のセガラのところのこうフロントといいますかね、そこに入っていくような感じになっています。まあ、オープンなね、結構フロントロビーって言っていいのかな、吹きざらしになってるんでね、建物なかったというわけではないんですけど、オープンな感じのところで、まあ、チェックインする形になってます。まあただね、実際建物は本当に去年建ったばっかりということはモダンでございまして、こんな感じでね、なんていうんですかね、こうすごくいいのが、なんていうの、向き的な感じじゃなくて、こういったね、建物のところにお花を植えたりしてですね、とってもなんか自然と一体化するような形で作られているので、すごく印象良かったですね。中はね、廊下含めて結構暗い感じでございまして、なんかまあ全体的にね、今回ホテル、室内暗かったですね。やっぱそういう文化なんですかね。はい。で、お部屋、非常に、モダンな感じでですね、まあ動画で、ご紹介させていただいているようにですね、モダンな感じでございました。で、こちらね、非常にエリア、広いんですけども、周遊バスが5分おきぐらいに、巡回してましてですね、それに乗って移動すると全然苦にはならない感じですね。まあ、今回は、ま、夕方、海沿いの方まで行ってですね、そこの海沿いの、オープンなカフェで、食事取らせていただいて、まあね、このね、風景の眺望のせいかわからなくて、めちゃくちゃ食事が美味しかったですね。トウモロコシもね、焼きトウモロコシ1本700円もするんですけど、まあそれでもね、本当に素敵でしたね。正直ね、こんな絶景がこの敷地内にあるとは分かんなかったですね。で、建物とかがあるところが、ちょっと高台の上に立ってるような感じで、海岸はね、非常にそこから段差があるんですよ。なんでね、ゴンドラみたいなので下に降りていくような感じになってて、で、降りていったところにも、まあ、ホテルの敷地内なんでですね、いろんな仕掛けがある、レストランとかね、があるっていう感じになってます。まあ、今回時間なくて行けなかったんですけども、まあ、ロックバーみたいな感じでね、本当に海に突き出たところで、ロマンティックなバーとかもあったりするみたいでございます。で、まあ、夕方そこでね、海沿い歩いてたら、結婚式なんかもやっててね、中国人の人たちがそこでいくらかかってんだろうぐらいな、人呼んでね、やってましたね。で、朝方はですね、今度プールサイドの方を散歩させていただいたんですけど、なんかね、バリはね、結構インドネシアのジャカルタとかに比べて朝が、日の出が遅いのかな。なんで朝もね、暗い感じ出したんだけど、逆にそれがとってもこんなムービーで、人もいなかったんでね、とっても素敵でしたね。で、お散歩した後にね、朝食ブッフェいただきましたが、まあ非常に朝食ブッフェ美味しかったですし、明るくてね、食材の鮮度もね、良かったんですけども、なんかね、ライブキッチンとかがなくて、なんかリゾート感がちょっと薄かったかなという気はちょっとしたかな。はい。でですね、まあ、連れがね、初めて人生初のスパという形でね、やってたんで、ユッキはその間ずっと、まあ、部屋で、お昼寝してたんですけども、そのね、スパはね、まあ、普通だったみたいですね。2時間で3万円かな。はい、結構、お高い様なんですけど、まあ、アヤナのね、スパは高評価ということで、行ってみた感じではございました。
はい、今日はとっても晴れました。ヤシの木です。これがね、部屋の前の階段になってます。はい、なんかね、ラブラブな銅像がなぜかここにありますけども、今日のですね、泊まる、部屋がこのスパーブラグジュアリービラという名前のプール付きのビラになってます。エントランスがこんな感じで、はい、先が尖ったドアです。はい、ここから入るとお部屋になります。ただお部屋といってももう外ですね。もうしかも暗い、ここは階段になっていて、はい、これがプライベートなプールでございます。ワニさんがとても可愛いです。しかもね、このプールがめちゃくちゃ色がブルーで綺麗ですね。水深は 1.5 メートルなんで、普通の人でも立ったらお顔が出せるかな。でも女の子だとちょっときついのかな。で、ここにですね、こういった丸いテーブル、なんかめちゃくちゃなんかすごいエッチっぽいあれを発見しました。で、こんな感じのリビングスペースになってまーす。屋根がね、傾斜した屋根になっていて、そしてここにキッチンがあったり、こういったね、プールのタオルがあったりね。そしてここにですね、なんかウェルカムドリンクみたいな感じで、ウェルカムドリンクとなんかがあります。で、電子ケトル、シャープ製多いですね。で、ここに電子レンジまであります。お、LG の2ドアタイプの冷蔵庫まであります。ここは、ミネラルウォーターは確か無料かなんかだけど、それ以外はアディショナルと言っていたので、有料になると思います。で、ここに、あ、こっちにこういった、あれがあるんですね。ウォーターサーバーがね。で、めちゃくちゃ面白いのがね、このソファーが、なんか高さがすごいある。ウォーターサーバーになってます。で、なぜかバリは絵がこんな感じでちょっと地味な絵になってるという感じですね。はい。で、ここのところには寝転がっていってる、こういった、ソファースペースもあるという感じになってます。はい、以上です。はい、そして2階に上がるこちら扉なんですかね。単なる枠だけがあるのかな。これ扉で閉まるわけではないですね。あ、外部からそのまま行ってます。そこで螺旋階段みたいなのがあってですね。螺旋階段みたいに登ると、またここに板の間があって。はい。ということで、ここが、唯一の室内ですね。ちょっと扉になってますので、入ってみたいと思います。じゃん。おー、こんな感じでございます。なんか暗いね。なんか照明が全体的に暗い感じがちょっとありますですね。はい。でもね、素敵なのはなんかこうね、段差があって、その上にキングサイズのベッドという感じになってまして、蚊帳みたいなこの屋根というか天井がね、こういうちょっと、なかなか素敵な感じです。で、エアコンもここについてるんですね。はい。なかなか素敵な空間でございます。ベッドのところにはですね、こういった形で兄弟ドレッサーコーナーもあったりとか、この奥のところには、セーフティーボックス&モスキートスプレーみたいなのが置いてますね。今来たところを見るとね、こんな感じになるんですよ。おー、すごいですよね。ほんとビラって感じだね。ほんとビラですね。で、ここのところにこういったね、ハンガーがあったり、こういった形で、着物浴衣になってますね。で、いいのはなんか見てください。これがこんな感じのやつになってますね。なかなかこれはこれで素敵じゃないでしょうか。で、ここに、ウェルカムフルーツが置いてありましてですね。はい。これもいいですね。そして窓があって、ここに、こういった形で、シャープの、なんと、テレビでございます。あれ、エアコンはどこで操作するのかな、これ。これシャープだもんね。これエアコン？これ違うか。これエアコンがどこで操作するのかちょっとわからないですけどね。はい。ということで、でも、エアコンこれシャープだから、ここか。で、ここがですね、ドアになっていて、素敵なドアですけども、水漏れになってます。はい、まず、こういった観音開きの反対側みたいな感じで、トイレがあってですね、これも、トート社製ですね、トート社製。照明はなんか、すごいアンティークというか、ドメスティックでございますよ。ここも階段になっていて、ここ上がると、洗面台&、そしてシャワールームですね。はい。シャワールームになってます。すごいね。シャワールームは、あれ、シャワー付きですね。ここ何のスペースなんだろうね。
はい。ということで、洗面台もね、こんな感じでちょっとすごいおしゃれな感じの洗面台になっております。はい。素敵でございます。ここは照明、ここでつくのかな？ちょっと照明とかの付け方がいまいち分かってないリッキーでございました。はい。以上になります。ここね、何よりも素敵なのがですね、ここ開けまして、ここを見ると、めちゃくちゃですね、見てください。こんな感じの、消防のジャングルになってますよ。すごいですね。プールが下に見えます。プール付きビラです。はい。という感じの素敵なお湯でございます。以上です。2日目でございます。ビダダリっていうね、ホテルになるんですけども、名前の方にもね、プライベートビラ&リトリートって書いてあるぐらいなんで、リゾートじゃなくてね、リトリートって書いてあるんで、その趣旨がすごく気になってます。こちらのホテルはですね、なんか本当に、ウブドの奥の方に行くと、まあ、田舎のいわゆる住宅街みたいなところがあってですね、まあ、そこの通りからちょっと細い道を入ったところが入り口になってます。で、入り口、まあ、ちっちゃい感じで、フロントもね、大きくないんですけども、そこからこう、渓谷の方に向かって下っていくような感じになるんですけど、そこはすごい、まあ、絶壁というか、急な坂になってまして、そこの、ここに沿ってですね、ビラが、11棟かな、建てられている感じになってます。まあ、ただね、このビラへの道とか、他のビラからの視線が、他のビラの中が見えないようにうまく設計されているので、まあ、完全にね、プライベートな時間を過ごせるっていう感じの、まあ、ホテルになっています。建物自体はね、もう2階建てになってまして、1階がですね、オープンリビング、ダイニング。で、アンドプールがあって、2階の方が寝室になっているという感じで、2階が初めてこう扉を閉めるタイプになっているという感じですね。結構ね、1階と2階雰囲気違くて、1階は割とこうバリ風で、2階はね、まあバリ風っていうのかわからないけど、結構暗い感じの落ち着いた感じで内装でございましたね。で、こちらのホテルは、アフタヌーンティーが無料なので、自分の部屋でね、アフタヌーンティーって言ってもね、我々がイメージするのは、だんだんでたくさん食べ物があるアフタヌーンティーじゃないです。単に午後のティーのことをアフタヌーンティーって呼んでるみたいで、普通にね、紅茶、コーヒー一杯と、まあ、ちょっとおやつみたいな感じですけどね。まあ、ただね、非常に朝食も、雰囲気良くて、フルーツとね、パンケーキかないただいて、このプールに面したね、この景観がとってもリゾート感あるんで、ほんと素敵でしたね。はい。まあ、今回ね、4日間とも雨降られることなく、まあ、寒気だったということもあるんですけども、すごく良かったですね。で、プールは、非常にね、色が綺麗なんですけども、思ったより広く、深くて 1.5 メートルあるんでですね、つま先しないとね、結構ね、歩いていけない感じではあるんですけども、まあ、そのね、プールからの、まあ、インフィニティとは言えないけれども、まあ、プールからの眺望もね、ジャングルビューが最高でございました。はい。そして、まあ、このね、ビタダリの方は、まあ、ちょっとその田舎の住宅街っていうところにあるんで、まあ、せっかくなんでね、ちょっとお散歩があって、近くのレストラン行ってみたんですけども、なんかね、水田ビューのすごく素敵な新しいレストラン見つけまして、まあ、お客さんみんな外人でしたけども、そこでね、美味しい、夕食いただきました。で、3日目。